はい、新型コロナウイルス感染症沖縄県緊急事態宣言を受けた沖縄県実施方針の変更について発表いたします。新型コロナウイルスの新規感染者数の水準や医療提供体制の現状を踏まえ、政府は5月4日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、引き続き全都道府県を緊急事態措置の対象とし、実施すべき期間を令和2年5月31日まで延長いたしました。これを受け、県として引き続き感染拡大防止に全力で取り組むため、4月22日に策定した沖縄県実施方針を変更し、措置の実施期間を5月31日まで延長することといたしました。なお、期間の途中であっても県の専門家会議の意見を踏まえ、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、緊急事態措置の一部緩和あるいは解除を検討してまいります。沖縄県内の新型コロナウイルス感染者は4月上旬から中旬にかけて急速に増加し、4月末までの患者数が142人に及ぶとともに、5名の方が死亡するなど非常に厳しい状態にありました。4月16日に政府が緊急事態宣言の区域を全都道府県に拡大したことを受け、県においては4月20日独自の緊急事態宣言を発出するとともに、4月22日に緊急事態措置にかかる沖縄県実施方針を公表し、宿泊施設なども活用した病床数の確保や PCR 検査体制の拡充など医療提供体制の強化に取り組むとともに、施設の使用停止、外出や渡航の自粛の要請などを行ってまいりました。県民や事業者の皆様の本当に並々ならぬご努力とご協力により、5月に入って新たな感染者は出ておらず、各病院における入院者数は70名未満となり、重症例は4名、倍加日数は60日となり、比較的落ち着いた状況になっております。しかし、ゴールデンウィーク中、県外から約8000人の渡航者が来沖するとみられることから、その感染拡大の状況について、特にこの2週間は引き続き警戒していく必要があると考えております。今日から2週間警戒措置を取った後、県立学校は5月21日から再開することとしております。また、県の専門家会議において示された沖縄県における活動再開へのロードマップにおいては、新規患者数や入院患者数などの状況に応じた段階的な経済活動などの再開が求められており、現在沖縄県はまだその条件を満たしておりません。これらの状況を踏まえ、感染拡大防止のため休止や営業時間の短縮などの協力を要請している施設などへの措置は2週間延長し、5月20日までとすることといたしました。各事業者の皆様におかれましては、この期間中に政府の示した感染拡大予防対策をしっかりと準備をしていただくようよろしくお願いいたします。県民の皆様、事業者の皆様におかれましては、これまで長期間にわたり外出の自粛や営業活動の自粛をお願いしている中であり、大変心苦しいところではありますが、政府の専門家会議でも発言があったとおり、今大幅な緩和をすれば、これまでの行動変容の努力や成果が水の泡になる恐れがあります。現在の感染拡大の波は皆様のご努力で収束に向かっております。もう一息でこの流れを確定的にすることもできると思います。今後第2波、第3波も懸念されるため、全く予断を許すことはできませんが、みんなで支え合い、助け合い、持続可能な感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を目指してまいりましょう。県民一人一人がこの感染症と向き合った沖縄5分の1アクションや、政府の提言する新たな生活様式を徹底していただく必要がまだあります。それはつまり、手洗いや咳エチケットの徹底、体温測定、うがい、身体的距離の確保、3密の回避、対話での会話や食事は避けるといった、すでに新型コロナウイルス感染症対策として皆さんが実施していらっしゃることを、これからしっかり徹底していただく必要があります。
定着させていくということです。みんなで未来を変えよう、沖縄5分の1アクションを合言葉に、感染拡大を抑えつつ日常生活を取り戻してまいりましょう。また政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に示されている通り、地域の感染状況や医療提供体制の確保状況などを踏まえながら、段階的に社会経済の活動レベルを上げていく必要があると考えています。県としましては、3月に 172.2 億円、5月には457.3億円、合計630億円の補正予算を計上し、国の補正予算と連動した緊急対策を実施しているところでもあります。今後も事態の進行などによりさらなる対策を実施することを視野に入れ、帰結予算の組み替えや追加の補正予算の計上などにより県経済の V 字回復に向けた出口戦略の検討もしっかり進めてまいります。これまでの皆様のご努力をしっかりと沖縄の明るい未来につなげるため、県民の皆様におかれましては、引き続き新型コロナウイルスを人にうつさない、自分もうつらない、そして医療体制を潰さないため、お一人お一人ができることを率先して取り組んでいただくよう心からお願い申し上げます。以上です。では保健医療部長から内容の説明をお願いいたします。はい、はい、お手元に沖縄県の新型コロナウイルス感染症緊急事態措置の延長についてという一枚紙がございます。これに沿って説明させていただきます。まず左側で沖縄県の医療体制の現状ということで、一番目に感染者の状況を載せております。患者数としましては142名、これまでの累計でございます。死亡が5名、入院が現在64人、退院が69人、自宅療養が1人、宿泊療養が3名となっております。PCR 検査の陽性率につきましては 6.7% でございます。それから倍加時間につきまして、いわゆる倍加速度と言われるようなものですけれども、4月6日から13日の間は約3日間、これが現在のところは60日程度に伸びているというところでございます。で、2番目に病床数等につきましては、これまでの最大病床数として225床、用意ができております。感染症病床が45、一般病床が180、これにつきましてはいつも説明しております通り、総括情報部の医療チームの方、医療コーディネーターチームの方で、毎日調整をしております。で、宿泊施設が351床ということで、那覇で271室、八重山で80室ということで、最大そういう形 の宿泊施設を用意しているというところでございます。で、3つ目に PCR 検査体制としましては、最大採取可能件数が480件、すみません、これは最大、検査可能件数の間違いです、ごめん、すみません、失礼いたしました。それが480件で、県の衛生研究所、それから民間 の施設を使っております。で、2番目に検体採取の施設としましては、指定医療機関が6つ、協力医療機関が15でございます。これに加えまして、5月1日から2カ所が、検体採取センターとして開所しております。浦添と北部です。各県域ごとにも順次、開設を、予定しているところでございます。これが現在の現状でございますが、右側の今回 の延長の措置についての基本的な考え方でございます。まず1番目に、緊急事態措置は政府の方針通り5月31日までとしまして、県民に対しては手洗いやマスク、3密回避等の徹底等を引き続き促していく。で、2つ目に、大型連休中の県外移入者等による感染拡大状況を確認するため、各施設等への休業要請は2週間延長するという方針でございます。それと各業界団体に対しましては、
国が示すガイドラインに基づきまして、業種や施設ごとに感染防止対策を講じることを求めていきたいと考えております。下の表は、県内の患者の拡大が県外からの移入例に始まって拡大していったという経緯もございますので、今回大型連休中の県外の移入者が約8000人ほどいるという推計でございます。これを受けて2週間程度はその経過を観察する必要があるということがございまして、今回の休業要請にの延長、2週間の延長ということになっております。それからこの判断に伴いましては、県の専門家会議の、で示されましたロードマップとも整合が取れているというふうに、考えております。以上でございます。続きまして、専門家会議の高山先生がいらっしゃっていますので、説明をお願いしたいと思います。こっちに、はい、じゃあ沖縄県立中部院の感染症内科の高山でございます。お配りされている資料で、沖縄県における活動再開のロードマップというものが、第6回の沖縄県新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で取りまとめられました。座長の藤田先生に代わって、私の方からご説明をさせていただきます。今の段階は皆さん本当に県民の皆さんのご努力で活動自粛が続けられていますけれども、そこから活動が再開されていくまでのプロセスをこの3段階で説明をしております。活動自粛のフェーズ、そこから段階的な活動再開のフェーズ、そして活動再開のフェーズというふうに、考えております。でまず現在の活動自粛の段階なんですけれども、目的としては感染拡大を抑制し医療体制を維持することが目的と考えております。で発生地域からの不要不急の渡航自粛を呼びかけまして、渡航後14日間の外出自粛を今求めているところです。でこれについては今後段階的な活動再開が行われていったとしても、県外においてこのウイルスが流行している状況においては引き続き、取っていく必要があるというふうに考えております。ですからこの3つのフェーズ全てを貫いてこの外出渡航者に対する呼びかけは続けていく必要があるということです。でさらに活動自粛の現在のフェーズの説明に戻りますけれども、外出自粛と公共空間でのマスク着用を求めます。学校は休校またはオンライン授業となります。で企業活動も商業活動も自粛を求めまして、イベントもなるべくオンラインのみでお願いしたいというふうに考えております。でその後段階的な活動再開のフェーズに入っていくことになります。目安について上のところに書かれてますね、段階的再開の目安というふうに書かれてますけれども、3つの条件をすべて満たすときというふうにしております。新規患者数が10万人当たり1人、週当たり1人未満となっている。入院患者数が10万人当たり1人未満となっている。そして感染経路不明の患者が少なくとも7日間、確認されていないということです。でこれ今現時点で5日目に入るんですかね、ゼロが続いて。ですから、よく聞かれるんですけど、あと2日ですねというふうに言われるんですが、そうではありません。なぜかというと、入院患者数が10万人当たり1人未満というもう上の条件がございます。先ほど の知事 のコメントにもございましたけれども、まだ50名以上の患者さんが入院されています。ですから、平和が訪れそうだということで、市民の皆さんが笑顔になれるのはいいんですけれども、前線ではまだ兵士たちが戦っています。患者さんたちも命がけで、人工呼吸器につながっている患者さんたちもまだいらっしゃいます。でこの今の50名以上の患者さんたちが入院している状態で再開をして、仮に同じ波がまた訪れてきてしまうということになると、医療体制持ちこたえられない可能性があります。ですからこの 1,2,3 の3つが揃うことを医療現場からは求めているということです。2つ目の条件、つまり10万人あたりでいうと、沖縄県全体では14人の患者さんが、残される程度であれば再開していくことも可能なのではないかということを、ご提案申し上げているということです。ちなみにこれ人口10万人あたりというふうにしているのは、場合によっては市町村単位あるいは医療圏単位、
離島などもありますので、そこは地域差があってもいいのではないかという意味で10万人単位という説明をしているところです。続けます。でこの段階的な活動再開のフェーズに入っていった場合にですね、対応としてはハイリスク者の方々をしっかり守っていくという意味で引き続き、面会の自粛をお願いしたいというふうに思います。ただし一般の方々の活動は再開していきます。で公共空間では引き続きマスク着用を推奨いたします。休校については継続しますけれども、登校日を設定して少人数授業が始まる、を行うことが可能だと考えます。でイベントなども、10人以上にならないように注意していただきながら再開していくことが可能かと考えます。でさらに、活動再開のフェーズに入っていきますけれども、1、2の条件に加えて感染経路不明の患者さんが少なくとも14日間確認されていないということを満たしていけば、本格的に県民の皆様の活動が再開できるのではないかと考えます。この段階の目的は封じ込め状態を維持しながら社会機能を回復させていくということになります。医療は通常診療に戻っていきます。症状を有する方の外出自粛をしっかり守っていただきます。皆さん咳エチケット、手指衛生を心がけていただいて、そして学校、企業、商業施設も従来の体制に戻るというよりは感染対策をしっかり講じる新しい、生活様式、ウィズコロナの時代に合わせた、生活様式というものをそれぞれの個人から企業から学校から、きちんと取っていくような、そういう準備期間として、この今これからの5月31日までですか、その期間というものを生かしていただきたいというふうに思います。でただし県外からの参加者も見込まれるような大規模なイベントについては申し訳ありません。今しばらく延期していただきたいというふうに思っております。以上で専門家会議で示しました、沖縄県における活動再開のロードマップについてのご説明を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ではただいまの発表に関しまして、ご質問をお受けしたいと思います。ではまず、県内幹事社、県外幹事社からお伺いしたいと思います。県内幹事社の沖縄タイムズさん、お願いいたします。県内幹事社の沖縄タイムズさんです。知事、この後のブリーフィングで両部長を参加していただけるということなので、この場でぜひ知事の声をですね、聞かせていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。でこの休業要請のですね、期間についてなんですが、その状況によっては、前倒しでですね、早めに解除するということもあるとおっしゃっていたんですが、14日に国がですね、中間報告、中間評価をされるという、そこが まずの一定の目処、一つの目処になるのかというのと、その6個のロードマップを、満たしていれば、そういった状況、早めに、解除するという状況になると、現時点で考えられているかどうかというのを、はい、まず国の専門家会議はもちろん、私たち、それに準じて、さまざまな対応を考えていきますので、それを参考にしながら、県の専門家会議での、議論も踏まえて、私たちの方針として発表、決定をさせていただいています。ですが、先ほども話をさせていただきましたが、本当に県民の皆さん、たくさんの方々のご協力によって、このゴールデンウィークの沖縄への旅行を控えていただくということによってですね、当初、6万人余りの予約があった沖縄県への旅行が、8500人規模まで、抑えていただいたということは非常に皆さんのご協力によるものだと思っております。しかしゴールデンウィークが終わってから潜伏期間2週間ということを、疫学的に考えると、おそらくこの5月20日までの2週間は絶対必要であると私はそのように思っております。ですからそこで、どのぐらいの感染の拡大を抑えられるのか、果たしてそのコロナウイルスがまた流入され、あるいは関係者に感染が広がろうとしているのか否か、それはしっかりと見ていく必要があるというふうに思っておりますので、この5月20日までの間もですね、そういう意味からも県民の皆さんに引き続き、万全に感染拡大を防止する、その取り組みを行っていただいた上で、我々もしっかり注視をしていきたいというふうに思います。
このロードマップについてなんですが、さっきその出口戦略も進めていくということなんですが、このロードマップに基づいて進めるという認識でよろしいでしょうか。はい、基本的には感染症対策専門家会議のその方針と我々の県の方針は一致しておりますので、当然このロードマップの方向性をしっかり認識していきたいと思います。では県外県外幹事社読売新聞さんお願いします。県外幹事社の部分に、はい、先ほど高橋先生が気になったロードマップの方では発行再開になっても14日間の在県自粛は引き続き呼びかけ続けるということになっております。知事にちょっとお尋ねしたんですけども、観光客が来ないと県のリーディング産業の観光が復活するのがありえないという状況だと思うんですが、どのような状況になったら来県自粛を解除するおつもりなのか、ご覧ください。はい、先ほどの高山先生からのロードマップのお話の紹介をしていただきました。それからその前は、保健医療部長からも感染症緊急事態措置の延長についてということで、その現在の状況を、ご報告をさせていただきました。沖縄における観光産業は総合産業ですので、それによってさまざまな分野で、雇用やあるいは、事業そのものに、あるいは、県民の暮らしそのものに大きな影響を受けているということはもう言うまでもありません。ですが、今この感染症対策をしっかりと抑えていくことによって、あと2週間、5月31日まで政府が延ばしているその、緊急事態に対する備えをしっかり取っていかないと、私たちがそのではいつになったら解除できるのかという、将来への見立てを立てることも非常に厳しいだろうと思います。ですから私は、この5月20日までの2週間は県民の皆さんにもうがい、手洗い、マスクをつける、3密を避ける、そして5分の1アクションのように買い物時間を減らす、回数を減らす、会議の人数を減らす、時間を減らすなど、本当にできることをそのまま継続して頑張っていただきたい。そうすれば必ず私はその出口がはっきり見えてくるであろうと思いますので、その後の V 字回復への取り組みに向けては、私たちも第2弾第3弾と補正予算をしっかりと組んでいきたいということも考えておりますので、そういうことを総合的に勘案してその出口を見据えていきたいというふうに思います。補足してもよろしいでしょうか。はい、はい、ロードマップの中の渡航のところですね、見ていただきたいのは発生地域からの、発生地域での不要不急の渡航であって、全国的に流行が沈静化していく、あるいは沈静化している地域があれば、そこからそこに対する渡航自粛をかけていく必要はないというふうに専門家会議では考えています。どこから来るのかというのは、非常に例えば羽田からとかだと、どの地域で来てるかなんて、非常に難しいと思うんですけれども、知事の考えとしては、31日の宣言、緊急事態宣言がどうなるかというところをもって、改めて判断するというお考えです。我々はこの沖縄にやって来られる県外からの方には、できるだけその後の追跡がしっかりと取れるように、お名前を書いていただいたり、宿泊先ですとか、あるいは目的ですとか、そういうことをメモをぜひ、出していただきたいなということも考えております。ですから、あらゆる方策を立てていってですね、県全体でしっかりとコロナウイルスを防いでいくということが一番肝要だと思いますので、そのような協力も呼びかけていきたいと思います。では他の社の皆様から質問をお受けいたします。質問はあと 2,3 問でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。質問ございますでしょうか。毎日新聞だけです。来月のイベリオン期の出展についてお伺いします。一般化熱の見送り検討とのこともありますが、この事実関係も含め、出展の規模、縮小の必要性についてどのように6月23日の、県主催の全戦没者慰霊式典は、その、日にちはできるだけ6月23日に行いたいというふうに考えております。しかし、
まあ現況の状況を考えると当然、人数を、かなり絞り込んで、行わなければいけませんし、また場所も従来の場所で行うかどうかということについても今、検討を進めているところです。ですから、まあ、間もなく正式にコメントすることもできると思いますが、今は、そういうような方向を全体的に協議を進めている段階です。他にご質問ございますでしょうか。新報さん、これはでは、担当部長、商工労働部長からお願いします。すみません、担当部長に合わせてお伝えします。はい、まず県においてはですね、資料をもとにお話をさせていただきます。2月に 172.2 億円、5月には 457.3 億円、合計630億円、補正予算を計上し、国の補正予算と連動して、本県の特殊事情を踏まえた緊急対策を実施しています。で、資金繰りの支援などについては、中小企業セーフティーネット資金については、160億円の増額補正を行い、融資枠約480億円分の確保や要件緩和などを実施しています。それから、うちなんち応援プロジェクト、これはもう、予備の予算で、当てさせていただいておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響や県からの自粛要請などにより経済的影響を受けた事業者のうち、飲食店について1事業者当たり一律10万円の緊急支援金、それから新型コロナウイルス感染症の影響や県からの自粛要請などにより経済的影響を受けた事業者のうち、小売業、これはお土産品店を除くんですが、小売業や特措法の休業要請の対象とならない旅行代理店、認可外保育園については1事業者当たり一律10万円の支給など、すでに、もう手掛けている、そういう内容と、そしてこれからまさに国の、予算、この間可決をしていただいた、予算など交付金のその、状況と合わせて、これからどのような第2第3の、展開を打っていくかということをまさに、しっかり、進めていきたいというふうに思います。それから、支援金や協力金の支給実施にあたっては、5月7日からはですね、ワンストップによるコールセンター業務を始めます。支給事務においてもオンライン処理の推進、添付書類の簡素化、書類審査にかかる人員体制を強化し、可能な限り速やかに支給することとしておりまして、できれば目標として10営業日程度での支給につなげていきたいと、申請から10営業日以内でですね、支給できるように迅速に取り組んでいきたいというふうに考えております。はい、以上です。では最後の質問させていただきます。石垣ケーブル、石垣ケーブルテレビの宮里と申します。よろしくお願いします。知事とですね、竹野先生の方もご質問させていただきたいと思います。まず知事ですね、今経済活動の部分でかなり、治安がですねちょっと厳しいんじゃないかな。例えばですね、やっぱりお家でのディーリングですね、そういったのがあるような形も話を聞いています。そういった治安の厳しい関係で研究室ですね、勉強してどのような対策を取っているのかというのを先生の方にはですね、医療の対立者感染予防のためにオンラインの定期受診を実施ということで、ご同行させていただいているんですが、やはりですね、デジタルデバイスに比べている高齢者、この方が一番オンライン定期受診が必要だと思うんですね。今医療従事者として実際にこの、ご自身の場合に対するこの医療体制、そしてまた病院側の受け入れ体制、特に、島離島にある診療所がそこまでできているのかという体験を思います。もし分からないように教えていただけますか。はい、高見先生、先にお願いしていいですか。オンラインというのは、iPad などでビデオ通話でできるのが私も理想だと思いますけども、実態としては電話再診が行われています。電話になるとオーディオバーでもできるんじゃないかなと思いますので、特にかかりつけの先生であれば、元気な声を聞けば、大体こんな感じだなということは分かっていただけると思います。
もちろんさらにね、iPad などを使ったビデオにおけよるですね、オンライン診療というものも普及していけることができればとは思っております。では、そうです。医療関係としては、その体制の内部の予防の流れとしてはどうですか。まず電話最新に関しては、もう日常診療の中でも行われていたことですので、それほど多くはないんですけども、慣れてはいます。ですから、それをさらに、いろんな高度情報機器を使ったものに進めていくいい機会かなと思っております。はい、では私は子ども生活福祉部の担当の先ほどDV の懸念などがあった点についてお答えいたします。私たちが今、まとめておりますこの、方針ではですね、 DV や児童虐待防止のため相談窓口や緊急連絡先の広報啓発、それから相談体制の強化を図っていくというふうにしておりますし、子育てと生計維持を一人で担っている一人親家庭についてはヘルパーを派遣する事業の、拡充強化ですね、それから民生委員さんですとか地域のボランティアの方々に感染防止対策を講じた上での一人暮らしの高齢者や障害を持つ方々などの要配慮者に対する見守り活動の実施を呼びかけていきたいというふうに、総合的に、その人を当ててですね、しっかり地域対策、していきたいというふうに、計画をしております。はい、やはり地域の事情は地域の事情を知ってらっしゃる行政の皆さんですとか社会福祉協議会の方々に、そのサポートをしっかりとお願いをしていきたいというふうに思います。はい、ではお時間となりましたので本日の記者会見を終了いたします。はい、ありがとうございました。先生どうもありがとうございました。